遅い動き、これを使ってフードがラウンドを取っていく。ジャック置いている。刃物の技がちょっと、ね、当たりづらくはなってますよね。 うまくレイドとダイパンで散らしながら相手に的を絞らせず踏み込むことがねちょっとしづらくなったんですよね、カーノが。そうですね、うん、でもう一歩踏み込んでっていうのを一番最初できとったんですけど、スーさんがやっぱりねそこに入ってくると立ち消系とか中継で迎撃して技打ちがね変わってきて、立ち消キック差し返しからラブハリケーン、クリティカルアーツまで取れるダメージをしっかり取ってここから逃げていこうと、守っていこうという判断でしょう。ここはサンドブラスタッド後ろ投げ、置き攻めするしか。ブレイクカウンター、これは大きい。スタンチもかなり溜まっています。溜まってますね。ウィリバーを絡めた駆け引きになるでしょうか。いやしゃがみジャックパンチ、ゲージを使ったフードにその身一つで逆転を果たしていきました。確かにそのあたり明確に変わりましたよね。その、あ、やってます。始まってる。あ、始まってます、ね、はい、再開します。はい、カーノが6勝、カフードが5勝。カーノが依然リーチをかけていますが、まあ、フードを1つ返してここでカーフードは勝つことができれば、デュースへともつれ込みます。技は打たず、カーノの踏み込み距離が深くなってきましたが、フードがむしろ飛ぶ展開、まあ、ブラストに対して完全に噛み合ってる。いい飛びからダッシュ中腰、しゃがみ込ましが届く前ノーチェイサーで画面端へ運んでいきます。ここからルークのチャンスになるか。ダッシュ遠いか、打っていくワンガードからさあ画面端入りますね。ユニバーサルはガードが間に合う。ジャンプは入れ替えるがライジングアッパー、あやるシュートに、俺完璧ですね。これ絶対そうですね、1点読みっすね、うん、今のフードさんの V シフトに速さはマジで見習いたい、うん、球打たんなと思ったらすぐにダイレクト。早かったっすね、そう今のラウンド、その4回コマンド投げして全部通したの。あうまい。そして開幕使う師匠、差し返しのタッチパンチ、ブルホーンからのバッドスキップチェーン、ここはブイリバサル、うわおジャンプ中継早出し、ガイルハイ潰す、いい打ち方、台足が匂ったんでね、ここも反応はできているかと、ま、届かなかった。ただその反応リアクション恐ろしい。スタンチが溜まってるぞ、あここで勝負に来た。スタンチはまだ溜まってるんだが前に出るのはメラだ。ダッシュ通した樋口、ただメラもトリガー溜まったぞ。ウィリボ、うわいいソニック、ソニックで押し込んでいきます。ガイルハイタイクバックステップ生発動、まあ、弾抜けを考えていますね。そうですね、ゲージもたまりそう、樋口のトリガーもたまりそうだが、佐々木ここから弾を打ってない確認で、なるほど生発動、これ面白い。ソニックブレイク、これは抜けれず、いい歩きガードでした。しっかり触った、うん、えらいえらい、まあ、ただここで樋口なんとか一つ返して、お互いに、まあ、笑みもこぼれるような楽しんでいるかのような2人の表情ではありましたが、まあ、こういう殴り合い、むしろ樋口も得意とするところでしょう。いやそうなんですよね、そう殴り合いはマジで樋口上手いです、うん、ガイルってやっぱり飛び道具サマーっていうところイメージがつきやすいんですけど、樋口はやっぱ地上戦の、ね、技振りいろんな選択肢使ってくるんで、うん、この使い方はマジでうまいと思います。ほんまに乗せてリードは樋口、ガイルハイも速い、あいいっすね、投げていきます。画面端、いや中盤ここは発動せずに、強ヘッドから発動、ここからの逆転劇何度も見てきた、ゲージもたまりそうです。頑張れ樋口、あいいね、今の前線かなりいいですね。プレッシャーをかける、下がるだけじゃなくて、いやー裏剣裏剣読んでいる、ゲージがたまってきているぞ。弾を警戒した後ろ投げ、これでリーサル、樋口もトリガーはありますが弾を抜けられたらそこでゲームエンド、どうするか。プレッシャーをかける、いやーこれはね難しい、いやそう、は？いや、やっとるねこれはやっとるわ俺、えすごいっすねすごいっすね、は毎回高いんで取れるリターン完全に取ってますよ ね、 取ってますね。5対6、エンディングオーカーが圧倒的にリードを果たしながらの
この7試合目です。ここはうまくフロート、そして持続チューサーを使いながらリターンを出していきます。ミスタークリムソン、バーナーも溜まっている。しゃがみ気持ち、カウンターヒット、持続スライディングから画面足を追い詰めました。そしてバーナーには V リバーサル、なるほど、燃えながら前に来るところを打ち取っていくのはミスタークリムソン。アッパーでサイコアッパー、まだ行きますせと、ハイクジャンプ読んでいる、ま、これワンチャン、あーないか、 EX プラッシュからスイング置き攻めは投げ、この後うわ すごい、この早い展開でいきなりシミーに切り替えてきた、切っていった。なんか樋口も警戒はしていたんですけれども、うん、タイミングが良かったですね。良かった、良かったですね、うん、ちょっと踏み込もうっていう瞬間に間髪入れずに、うん、無敵技 EX ライジングアッパーでチビソニックを抜けながらのフィニッシュ。当てるな、うまい。しかしここは EX ソニックからのソニックブレードでラインを押し上げていきます、樋口ですね。ソニック、うん、牽制を繰り広げて体力リードは樋口です。おお、あー、だいぶバーンストレート投げ、リードは大きく樋口、上ジャンプ、おシフトで対応、面白い、ただ中継カウンター発動、これは大きい、運びますね、後ろに下がっている、いやうまい、あ反撃か、これはね確定ポイントなんですよね、しゃがみ中継がマイナス4フレームなんで、まあ、タッシュパン投げに対応する後ろ下がりに対して、まあ、樋口中足打っていったんですけれども、カーノが丁寧でしたね。とはいえ、あ前にやるからカーノがダメージだ、圏内ですね、圏内ですね、トップレーカーには V リバーサルを確定させて投げ抜け誘い後ろそばと、とはいえ中足一戦モードですよ。そうですね、中足、お怖い怖い、しのいだか、中足が当たれば V リバー、あーうまい、しっかりと V リバーして距離を離して、うん、ただソニックがちょっと打ちづらいですね、この状況確定はしない、長い技でこづきつつ、おあーばパワ ー, おーマジか、ガードマイナス2からのイレイザー、おおいたー、まあ、ソバットは出しとったんかな、確かにした、ね、結構怖い局面ですよね、時戸側もやっぱリバサ CA 全然打っていいような局面だったんで、匂った場面、ただエンディングオーカーがそこをラウンド返しました。あータッチ、おおブリッカーの打ちどころがいい、そして画面足有利から曲げは割り込んでいる、有利すぎたかちょっと距離が遠かった、もうゲージは常に攻めるために使うって感じがします、うまい、うえ最高スイング5フレームタワーム的中継カウンター発動、ここは入れ替えコンボ、いやダメージ重視だ、強ライジングアッパーからのイレーザー、トリガーはある、ただ何かこうガードさせていくとエンディング効果もそろそろ V トリガーたまりましたね。ただね、これ移動ブリバなんでね、うん、ちょっとああそうですね、そう、そう組み合わせ的にはおっと発動していく、あくまでも攻め込んでいく、上怖い EX、 ここ中足から第3回へ、第3回投げ圏内までいくか、割り込んでいるワンツースリー遠い中継6レーカー、うわ中足、いやむしろエンディング効果よくあそこで前に歩きましたよね時々固まるでしょっていう